いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのソラです。今回は古事記に登場する造花三神のお話をさせてもらうね。この造花三神っていうのは雨の水上主様と高見結び様と、神結び様のことね。で、以前の動画で、雨の水上主様と神結び様の話は、まあこれまでね何回かしてきたけれども、高見結び様のことは今回は、皆さんに初めてお話しするんやけれどもね、まあいよいよね登場するわけやけれども、神結び様は僕たちが住むこの地球を作った神様ね、神様が地球を作っていってるんやんか。今現在もいろんなね、宇宙に星を作っていってるんやんか。で、神結び様はこの地球を作りましたっていうことね。で、この地球のルール、ね、このルールを作ったのが雨の水上主様っていうことね。で、高見結び様は何をした神様かっていうと、人間を初めて作った神様。ね。すごいでしょ？人間をね、初めて作ったのは高見結び様なんやんか。神様は、分け御霊で新しく魂を誕生させていくでしょ？ね。んで、始まりは神様意識だけしかいなかったんやんか。まあ要するに神様だけしかいなかったの。だから、最初から僕たちの人間の魂は存在してなかったんやか？もう神様だけやったの。んで、高見結び様が神様とはまた別の存在を作ろうって、そういうふうに考えたんやか？んで、人間の魂を分け御霊で誕生させたんやか？んで、高見結び様は他の神様たちにそのことを伝えて、ね、人間の魂を分け御霊する、その方法を伝えていったんやんか。んで、他の神様たちも、人間の魂を分け御霊できるようになりました。で、今に至りますっていうことなんやんか。んでね、これはちなみにのお話やけれども、分け御霊は神様だけができる。そうやって思ってる方いてるけれども、これね、もちろん神様も分け御霊で新しく存在ね、魂の存在を誕生させていってるし、人間の魂さんも、ある程度霊覚が上がって、んで、分け御霊ができる、その、スキルを身につけるための修行をすれば、分け御霊ができるようになるんやんか。で、そのお仕事をさせてもらえるようになるんやんか。だから、人間の魂さんも霊覚が高い人になってくると、神様を分け御霊で誕生させたり、人間の魂を新しく誕生させたりって、そういうね、お仕事をね、展開でやってるんやんか。だからね、なんかね、神様が上です。人間は下の存在です。ね。どっちが上か、どっちが下かってね、こういうね、表現たまに聞くんやけれども、そういうことではなくって、僕たち、魂の存在、神様も人間も植物も動物も全ての存在っていうのはね、平等なんやんか？誰が上でとか、誰が下が、下でとかってそんなことじゃないやんか？僕たち、人間よりも霊覚が高い神様も存在するし、神様よりも霊覚が高い人間も存在するんやんか。これはみんな、霊覚を上げていく、そういう旅、ね、修行の旅、ワクワクの旅をしているでしょ。まあ、代表的なところで言ったら、僕たち人間っていうのは輪廻転生で生まれ変わりをやって、いろんな星に生まれ変わりをして経験を積んでね、で霊覚を上げていってるでしょ。もちろん天界、天国もすんごい広い世界で、んでいろんな存在がいるね、ほんといろんな場所がある。だから天国天界で旅を続けて霊覚を上げていってる、そういう存在たちもいっぱいおるんやんか。だから、
僕たちのこの魂の存在っていうのは霊覚を上げていく旅をしてるんやんかね。いわゆるなんかワクワクの修行をしてるんやんか。だからこうやって、人間よりも霊覚が高くなっていく神様もいるし、神様よりも霊覚が高くなっていく人間もいるっていうことなんやんか。だからこうやってみんなね、霊覚を上げていくことをやってるから、みんなが平等っていうことなんやんかね。でね、高見結び様。高見結び様はね、高いところから身を結んでいく存在。ね。まあ、つまり、天からエネルギーを送ってくれてるんやんか。ね。この地球にエネルギーをね、天からね、送り続けてくれてるんやんか。無償の愛。ね。無償の愛というエネルギーをね、送ってくれてるの。で、神結び様。この神結び様は、地球を作った神様やから、大地。大地から、エネルギーを送ってくれてるんやんか。だから僕たちね、この魂の存在っていうのは、この地球に住む魂の存在たちは、天からと地からと両方からエネルギーをもらってるんやんか。んで、このね、天からのエネルギーと大地からのエネルギー、これをね、バランスよくいただくことがすごく大切なことなんやか。これバランスが悪いって良くないもんね。両方からバランスよくエネルギーをもらうっていうことがね、すごく大事なことね。両方からバランスよくエネルギーをもらいましょう。こういうルールを決めたのが雨の水上主様なんやかね。こうやってね、なんかうまいことできてるんやんか。神様たちの手によってね、僕たちはこうやって幸せに、過ごすことができるの、すっごくうまいことできてるでしょ。でね、この、天のね、高見結び様からのエネルギーね、大地からの神結び様からのエネルギーをバランスよくいただくためにはどうすればいいのかっていうと、ね、今現在を大切に生きるっていうことね。今現在ね、大切に生きることで天と地のエネルギーをバランスよくもらうことができるんやんか。時々、過去にとらわれてる人おるでしょ。そういう人はね、やっぱバランスが悪くなっていくんやんか。今を生きてないから常に過去のことばっかり考えてる。例えば失恋があるやね。もう別れた恋人のことをいつまでも忘れられないね。だから一向に次の恋愛ができない。恋愛をしてもやっぱり過去の人のことばっかり考えてしまって、比較してしまって次の恋愛に集中できない。素晴らしい人と出会ってるのにね、本当感謝の存在やのに、どうしてもやっぱりそこにこう意識を向けれない。もう過去の人ねのことばっかり考えてしまう。でいつもこう比較をしてしまうってね。そういう人ってやっぱり今を生きてないでしょ。過去を生きてるっていうことね。過去にとらわれてるっていうこと。過去の出来事になんかイライラしてる人ってたまにおるでしょ。あいつ許せないとか、もうムカつくってね、憎んでるね。で今もずっとね、過去のこと引きずって、今もずっとイライラねしたり、こう憎しみ持って、それがトラウマになって人間関係がうまくできなくなってしまう、人間不信になってしまうとか、なんかほんと信じられへんとかね、ついついなんか人を見てしまうと攻撃的になってしまうとかね。過去にとらわれてる人って今を上手に生きることができひんやね。こうやってね、ほんと過去にとらわれてる人ってほんと時々おるもんね。もう本当にこの選択で良かったんかなって、もうその時よしこれでやっていくって決めたやけれども、実際動き出したら、いやちょっと待ってって、これで大丈夫かな大丈夫かなってね、本当にこれで良かったんかなってずっと悩み続けてる方もね、時々おるもんね。こうやって過去にとらわれていると今を生きることができてない。だからバランスよく天のエネルギーとね、大地のエネルギーを上手にもらうことができないっていうことね。んで、未来に縛られて生きてる方も時々おるやんね。なんかこんな何年後かにこういう出来事が起きるって聞いた、うわ不安やわ怖いわって、どないしたらいいんやろ、わ生きていけるんかなとかってね、心配や心配やって、ほんで神経質になんかすごくいろんなことを備えね、
備えをしようとするやんね。もうほんと神経質になっていろんなことを備える。いや、これも揃えとかな、これも揃えとかな、心配やわって、ね。それって未来に縛られてるから、全然今のことに集中できひんやんね。今やるべきことに全然集中できんと、そうやって未来に縛られて、今のことがおろそかになって、地に足がつかず、ふわ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 してしまってる方っているもんね。お金の心配、健康の心配ね。だから、神経質になって、もう健康のことばっかり気にして、ね。お金のことばっかり気にして、わ、どないしよう、心配や不安やわって、ね。全然今に集中、全然できてない方って時々おるよね。もちろん、最低限のね、健康とか、気遣うとか、ね。やっぱ健康で長生きするために、やっぱ、健康に気遣うっていうことはもちろん大切なことやもんね。で、もう過ぎてしまったらしんどくなるもんね。お金のこともそうやね。ある程度老後資金っていうのは必要やけども、神経質に、ああだこうだって、お金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 って言うとってもしんどいし、ね、未来のことばっかり考えとったら今に集中できんね。集中するべき今のね、楽しい出来事とか、いっぱいあるのに、ね、どん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 ふわ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 した人生になってしまうよね。そういうのって、やっぱり、バランスが取れてないから、今を生きることができてないから、やっぱり、天と大地のエネルギーを上手に受け取ることができない。やっぱ、今なんやか？今を大切に生きてる人、ね、ほんと今目の前にあることを、懸命に生きることができてる、ね。そういう人って、ほんとバランスよくね、エネルギーをもらうことができる。これね、両方のエネルギーをバランスよく受け取ったらすごくいいんですよってね。すごくね、いいことが起きるんだよって、それをね、ルールとして雨の皆かぬし様がこれ作ったんやけれども、でもね、何が起こるかってもう皆さん想像できるでしょ？そんな、ほら、もう地球を作った神様とか、初めて人間を作った神様って、こんな神様たちのエネルギーを得ることができるってもうわかるやんね。バランスよく、やっぱりエネルギーをもらうことで、もう波動なんかめちゃめちゃ上がりまくるんやんか？ほら、神社に行って、その神様という存在に、触れることで、ご加護いただくことができるでしょ？やっぱそういうエネルギーをもらったり、神様にお願い事を聞いてもらって、そういうね、対話をする、ね、会話をすることで、ね、波動って上がるもんね。ああいうすごい存在と関わることで、ね。その、神結び様とか、神結び様とか、めちゃめちゃすごい神様のご加護いただけるなんて、さらにすごいことが起きるって、そんな、普通に想像できるやんね。ほんとね、波動が上がっていくの。すっごい波動が上がっていくんやんか。で、波動が上がったら運が良くなっていくし、運が良くなっていったらいろんな運につながっていくんやんか。で、どんどんそれが引き寄せられていくんやんか。もう、願ってもないのに勝手にどん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 幸せが舞い込んでくる。ほんと、いろんな運っていうのは金運とか仕事運とか、対人運とか健康運とか、もう運っていっぱいあるでしょ。その運がもう勝手に引き寄せられていくんやんか。全部につながっていくから。ね。だから、今を生きることはすごく大事なこと、大切なことなんだよ。そういうところに繋がっていくんだよって、そこまで考えてるんやんか、雨の皆かぬし様っていうのはね。だから、ほんとね、過去に、縛られるとか、未来に縛られるね、そういうのも僕もすごくわかるんよ。ね、気持ちはすんごくわかるけれども、でもね、ほんと今がね、大事なんでね、ほんと今を大切に生きるっていうことを皆さんもぜひね、心がけてみてほしいんやんか。今回のこのお話がね、あ、すんごいいいお話聞けたし、もうそんなすんごい神様の存在、そういう存在からね、エネルギーをバランスよくもらうこと、たったそれだけで、そんなものすごいことが起きるって、そこね、ワクワクできるね、そうやって、今日ね、思ってくれる方が本当いてるんやったら、ぜひね、今を大切に生きて。んで、今回の本当ね、お話が本当面白かったって思ってくれた方、そういう方はぜひね、スピリチュアルが大好きなお友達とか、同僚、家族とか、この話を皆さんにしてあげて、
自分だけで楽しむんじゃなくって、やっぱね、人と語るっていうこと。ね。え、何それってもっと詳しく教えてとか、ああやで、こうやでってね、喜ぶ顔を見ながら、ね。で、またそのほら、スピリチュアルの話、今回の話がきっかけに、いろんなほら、みんなそれぞれが持ってるネタがどんどん口から出てくるでしょ。ね。ああやで、こうやで、こんなことも知ってんねやでって。こんな楽しい時間になるでしょ？ということはこれまたほら波動が上がるでしょ？ね。雨の皆かぬし様はこういうことまで考えてるんやんか？ね。まあ、今回神様がね、このお話をぜひ皆さんに、YouTube 見てくれてる皆さんにしてあげてくれって、ね。みんなに喜んでもらいたいって、そうやってね、言ってもらったんで、今回のこのお話をさせてもらったんで、どうぞ、ね。皆さんと一緒に今回の話楽しんでください。ね。今回は以上です。今回のお話がすごく面白かったよ。ためになったよ。そうやって言ってくれる方がもしいてるんやったら、ぜひチャンネル登録してください。今回のような面白いお話いっぱいしていくんで、ぜひ楽しみにしておいてください。それと、いいねとスーパーサンクスでの応援もどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。